ホイールモコンです。ということで今回は、毎回恒例になっていますフォーゴドンレルム探訪の、注目カードトップ10を発表していきたいと思います。基本的にスタンダードの競技目線での紹介になっていますのでご了承ください。軽く使われ方や環境的な解説も入れていますので、参考にしていただければなと思います。はい、ということで早速ですが第10位はこちら、パワーワードキル。黒の2マナインスタントで天使でもデーモンでも悪魔でもドラゴンでもないクリーチャーを対象として、それを破壊できるというカードになっています。まあ新しい2マナインスタントの属なのですが、今の環境だと黄金化のドラゴン以外には、ほぼ全ての生物に、刺さるということで、まあ、取り除きに代わってこちらのカードが、優先されていくのではないかなと思っています。相変わらず無常な行動は白タン以外にはかなり強力ということで、ローテーションが減るまでは無常な行動との2強になるとは思いますが、特にローテ後に関しては、最も使われる除去スペルになるのではないかなと予想しています。まあ、黒は除去は最も強いカラーということで、ローテ後もこうした強力な除去があるということが、確定しているのはだいぶありがたいですね。さあそして第9位はこちら、月恵みのクレリック。まあ引き続きのアンコモンで結構地味なカードではあるのですが、個人的にはかなり強いと思っている1枚ですね。枚数的なカードアドバンテージは得られないものの、確定で欲しいエンチャントを次のターンに引けるというのはやはり強く、サースキーにもかかわらず本体が3マナ3にと普通に殴れたり、相打ちを取れるサイズで、まあかなり使い勝手がいい1枚かなと思っています。ピンザスでエンチャントを複数枚入れて欲しいものを引っ張ってくるというのが基本的な使われ方になりそうですね。ただやはり白の3マナ行きは現在かなり層が厚いということで、どちらかというとローテ後の白系デッキでの活躍が期待される1枚かなと思います。まあ、CIP 能力ということでエスパードゥームのようなデッキでも採用される可能性があるので、まあ割と使えるデッキの幅は広い、カードな感じはしますね。さあそして第8位はこちら、ポータブルホール。こちらわずか1マナで土地でない2マナ以下のパーマネントを何でも追放できるという、とんでもスペルになっています。まあ正直ねこのカードはもっと上位にしてもよかったのですが、スタンダード目線ということで今回は8位に入れています。まあ、スタンにおいても割と強い除去スペルで、対アグロで強いことはもちろんですし、コントロールやランプなどのメイン戦においてもランパンエンチャントや秘宝を追放することができますね。まあ、このカードは特に下環境で強い1枚だと思っていて、コストが X の置物や石島の置物もしっかりと追放することができ、ほとんどデッキに対して万能除去として使えるのがかなり強力ですね。まあ、似たようなカードとして虹色の終焉が直近でリリースされていますが、まあ多少の差別化はあるカードなので、下環境でもなかなか使われそうな感じかなと思います。まあスタンにおいては8位くらいの評価になるとは思いますが、下環境目線で言えば1位か2位に相当するカードかなと個人的には思っています。さあそして第7位はこちら、レイ・オブ・フロスト。まあまたしてアンコモンになりますが、青としてはかなり強力な除去エンチャントですね。特に赤のクリーチャーに対してはアタックもさせず能力も失わせるということで、まあ完全なる赤殺しのカードになっています。このカードの強いところは赤じゃないクリーチャーに対しても有効であるというところで、一度のアタックは許してしまうのですがアンタップはさせないので、しっかりとメインから入れることができるカードですね。ただし赤以外のカードに対してはカエル化の方が強いまであるので、まあ、あくまでも腐らないというレベルなのは、認識しておく必要はあるかなと思います。まあ、とはいえこのレベルの除去が完全に青単色で入れることができるのは強く、まあ基本的にバウンスするしか対処手段がないということも多かった青のデッキが、まあこれによってやや強化はされますね。さあそして第6位はこちら、ドリッツとドゥアーテン。5マナ332段攻撃のクリーチャーで場に出た時に41トランプルのトークンも出せるというカードになります。さらにパワーがこれよりも大きいクリーチャーが死ぬたびにその差分でかくなるという、おまけ能力もついたクリーチャーですね。まあ5マナで4マナ相当の生物を2体出せるということで、まあ単純にマナ効率がいい1枚になっています。イクサランあたりをやっていた方はレギサウルスの頭目なんかが思い浮かぶと思いますが、まあ単純ながらマナ効率がいいカードはかなり強いですね。まあ頭目に関しては速攻を持たせるという能力もかなり強かったのですが、こちらに関しては2段攻撃というのがミソになってきそうな感じがしますね。まあセレズニアカラーということで装備品なんかと組み合わせると、面白い1枚になるかなと思います。まあただトークも伝説というのだけはちょっと残念で、ブリンクしても意味がないのは、まあ少し惜しいカードかなと思います。まあ完全に入るデッキが未知数なカードなので、これからのデッキ開発に期待ができるカードかなと思いますね。さあそして第5位はこちら、ドラコリッチエボンです。タップインながら4マナ52で飛行瞬速を持っているフィニッシャーで、さらに条件付きではありますが何度でも復活できるというのが、かなり優秀なカードになっています。タップインというのだけは懸念点ではありますが、まあ、他の能力が強すぎるので、いい調整だったのかなと思います。まあ、突然出てきて4回殴られたら終わりな上、復活の条件がかなり緩いということで、まあ、黒のアグロが存在できるのであれば間違いなく使われるカードですね。
まあ、今であればランクルが最も使われている読まない機ですが、どちらも伝説クリーチャーということで2枚ずつの構成にしたアグロが出てくるかもしれませんね。さあそして第4位はこちらレンジャークラス。まあ、こちらも個別動画で紹介しているのですが、まあ、何をどうとっても強いカードですね。基本的に2番目の能力がかなり強いのですが、場に出した時に22の標準的な生物を出せる上、レベルアップは自分の好きなタイミングでいいということで、まあ、使い勝手が良すぎる1枚になっています。まあ、2番目の能力はセロタンを使ったことがある人、使われたことがある人は十二分に、強さはわかるかなと思います。さらに3番目の能力も長期戦で重宝するということで、序盤に引いても強く終盤に引いても強いカードということで、まあ、これは文句なしに強いカードだと、個人的には思っていますね。まあ、この後も出てくるのですが、緑はかなり強化されているので、まあ、緑タンなんかで使われそうな予感がしますね。さあそして第3位はこちら正山脈の豪華6766飛行速攻のドラゴンで、さらに打ち消されないという能力も持っています。さらにブレス能力も持っているということで、一旦でも生き残ると一瞬で試合が決まるフィニッシャーですね。まあ、これは黄金化のドラゴンが出た時も言ったのですが、仮に能力がなかったとしても5マナ44飛行速攻というのは強く、過去にもフィニッシャーとしてたびたび使われていました。まあ、こちらは1マナ重くなっているのですが、打ち消されない上にサイズも2段階アップしていて、さらにブレス能力もあるということで、めちゃくちゃに強いカードであることは間違いないですね。まあ、6マナとは少し重いので、赤系のミッドレンジなんかに2枚くらい採用される可能性がかなり高いかなと思います。まあ、グルールや黄金化のドラゴンが入ったデッキには、大体入ってきそうな感じがしますね。さあそして第2位はこちら砂漠滅ぼしイムリス。個別カードレビューでも紹介しましたが、まあ、こちらも期待している方は多いかなと思います。まあ、まさに令和の竜王を受胎といったカードなのですが、今の環境だと黄金化のドラゴンを止めることができるタフ5というのも偉いですね。カウンターで4回殴って終わりというのが基本的な使われ方なのですが、見守りの状態のように序盤から殴っていける構成でイムリスに警戒を持たせるという使われ方もされる可能性は全然ありますね。まあ、正山脈の豪華とイムリスに関しては、能力も派手なフィニッシャーということで、かなり試されるカードではないかなと思います。さあそして第1位はこちらムレヒキーの人狼。まあ、1位にするカードはね結構迷ったんですが、まあ、最も使われそうなカードということで今回はこちらにしてみました。まあ、正直1位から3位に関しては、どれもかなり使われると思います。2マナ33というサイズに加えて集団戦術達成で1ドローができ、さらに4マナで53トランプルになるというおまけもついたクリーチャーですね。まあ、緑タンが現環境でもちょくちょくと結果を残していて、アサルナンデイやイストクロの海蛇などしか、2マナ息がないことを考えると、まあ、間違いなく緑タンの2マナ息に内定しているカードかなと思います。まあ、アグロデッキなのに低マナ息が弱いというのが、今の緑タンの明確な弱さだったのですが、このカードの登場によって2マナ息が強化されるというのはだいぶでかいですね。環境初期にうたた寝するティラノドンが試されていたレベルであることを考えると、このカードの強さはわかるかなと思います。緑タンにおいては集団戦術の達成は結構容易で、4ターン目あたりからは安定して追加ドローができるということで、まあ、グレート編時代よりだった追加ドローも、緑単色にもかかわらず強化されています。まあ、テーマの域を埋めるナイスカードとして緑タンで間違いなく使われるカードかなと思いますね。はい、ということで、まあ、正直ね今回のセットは1枚で環境が変わるというの、カードは少ないとは思うんですが、まあ、脇を固めるいいカードが多いかなという印象ですね。まあ、どちらかというとローテ後に活躍が期待できそうなカードが多いので、まあ、今は活躍できなくても大化けするカードは出てくるかもしれません。はい、ということで今回は以上になります。最後によければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。